皆さんこんばんは、マネトロです。さあ暑くなりましたね、今年も非常に暑くなりました。オリンピックの方も非常に盛り上がっているようですけども、いつも私、スーパーにお勤めの皆さん方に、まあ、コンサルティングのお仕事をやってるんですけどもね、今日はですね、私自身が、このアイドル水を飲んでみて約2ヶ月間1ヶ月半で7キロ痩せたという、この半石おじさんでも7キロ痩せたという中身を皆さん方にご紹介、さらにはこのアイドル水、私の場合アイドル炭酸水ですけども、このアイドル炭酸水の作り方を皆さん方にお話ししたいということで、今日は動画を進めていきたいと思います。まあ、今回の見ていただきたいポイントなんですけども、このアイドル水自体、日本のお医者さんも推奨されています、お勧めされておられます。そしてこの中身を見ますと、お医者さんの書かれた中身を見ますと、非常に科学的な根拠のもとに、もうこれが痩せないわけがないというふうに科学的にも実証されているというような根拠があるというような話ですね。だからもう痩せるわけですよ、アイドル水飲めばですね、そういったような根拠もお話しいたします。なので私の場合、先ほど7キロ痩せたと言ったんですけども、非常に緩いルールです。食事制限もしておりません、ほぼしておりません。そんな緩い私のルールを紹介した上で、まあ、どのぐらい痩せたのかという中身、さらには、今回の一番のポイントでありますアイドル炭酸水ですね、他の方々はアイドル水ですけど、私の場合はアイドル炭酸水、その作り方の詳細をお話して、そして最後に私自身が見つけた体験談から来た、このアイドル炭酸水の効果を最大限に引き出す方法を最後に皆さん方にお話したいと思います。最後までゆっくりとじっくりと、ご覧いただければと思います。まずはですね、私がこのアイドル水と、初めて出会ったきっかけはこのネット記事です。女性自身さんの、そして今年の5月20日の記事でした。お医者さんが勧めると、このお医者さんはこの福岡のお医者さんだったんですけども、お医者さんが勧めるレモン緑茶、いわゆるアイドル水ですね、の効果がすごいんだと、2週間で7キロ痩せた人もいるんだという記事のタイトルに惹かれました。この、記事の中身をじっくり見ていきますと、アイドル水、いわゆるこのレモンと緑茶、レモン緑茶なんですけど、レモンの中に多く含まれるアディポネクチンという、栄養素があるそうなんですけど、これが脂肪を非常に燃焼させてくれるというわけですね。レモンに多く含まれているということです。さらにはご存知の通り、レモンにはビタミン C がありますから、抗酸化力があるので若返り、さらには免疫力、このコロナ禍においても免疫力を高めてくれるということで、今も非常にレモンブームになっているのはこの理由かと思います。そのレモンを緑茶に入れるというわけです。緑茶にはもともとカテキンが多く含まれております。このカテキンというのは脂肪代謝、脂質代謝、いわゆるこれも脂肪燃焼を活発化させる、助ける、活発化させるという役目を持っています。さらには善玉菌が増えて便秘の解消にはつながるということで、痩せるということにも直接つながるということになるんですね。さらにはこのチャカテキンはなんとビタミン C の90倍の、抗酸化力を持つというわけですから、この2つが合わせるととんでもない、まあ科学的にも、痩せる力があるんですよということが裏付けされているというようなところなんですね。そして、まあ今回の私自身のダイエットのルールなんですけども、まあ、この年齢になるまでにですね、何度もダイエットを繰り返しています。そしてやるたんびにリバウンドしてきております、ね。ダイエットするのに、体重が減るのには非常に時間がかかるんですけど、リバウンドはめちゃくちゃ早いというのがこれまでの反省点です。で、ダイエットがきつければきついほど、無理な、ルールを作れば作るほどリバウンドは早くやっております。諦めが早いですからね。だから今回のダイエットは非常に緩いルールにしました。まずはこのアイドル炭酸水ね、アイドル炭酸水を、まあ、気が向いた時に飲む、まあ、分量してどうでしょう、1日に300ミリから1リッターぐらい飲んでるかと思います、ね。まあ、気が向いた時に飲んでるというようなところです。それで問題は食事制限です。食事制限をしたのかと言いますと、まずご飯、炭水化物の代表ですね、ご飯であるとかパンですね、さらには焼肉うまいですよね、そしてラーメン、福岡ラーメン美味しいですよ、ラーメン、さらにはそのラーメンを食べた後の替え玉、ね、
それで筋トレしますかというようなことなんですけども、今回の私のダイエットルールは OKOKOK、 ただ筋トレだけはしないというように非常に緩いルールでございますよ、ね、炭水化物ほぼ OK です。ただ一つだけ、今まで食べていたご飯茶碗があまりにもでかかったので、それをちょっと半分ぐらいの小さいお茶碗にしたということだけですね。だからご飯も食べるし、焼肉も食べるし、ラーメン食べるし、替え玉もするといったような状況です。ただし筋トレはしないという非常にのんべんだらりなね、のんきなダイエットなんですけど、ただ一つだけ、全く運動しておりませんでしたので、夜、まあ、奥さんと2人で、ね、5キロの散歩に2日に1回です。これもね、2日に1回というような周期で、夜 5キロ2人で、仲いいでしょ、仲良く2人で、散歩してる、これだけでございます、ね、これだけの条件でやってみたところ、さあどうなったのか、アイドル炭酸水を飲み始めて体重がどうなったのかと言いますと、約1週間でいきなり2キロ痩せます。さらには2週間経ったところで 3.4 キロ。ところがここで、ダイエットの踊り場状態というんですか、なかなか減らない状態が続きます。そして2週間後、またさらには 4.8、 そして 5.4、 そして1ヶ月半経った時に今、7キロというように、43日目でマイナス7キロ。あんなに緩い食事制限、まあほとんど食事制限せずに、2日に1回の散歩と、そしてこのアイドル炭酸水を飲み続けてるということだけで、1ヶ月半でマイナス7キロです。嘘ではないです。ね、それではその、マイナス7キロを達成することができた、そのアイドル炭酸水。一般的にアイドル水と言ってますけども、私の場合はこの飲みやすくするために炭酸水、炭酸を注入しております。生ビールのように美味しい炭酸水、アイドル炭酸水の作り方を皆さん方にご紹介したいと思います。まず用意したのがこちら、ペット飲料に入ったお茶ですね。市販されているペット飲料のお茶でございます。ただし私の場合、少しでも効果を早く出したい気持ちの一心で、カテキン濃度の高いこういったような濃いお茶、ね、濃いお茶を使用しています。ここだけがポイントですね。少しでもカテキン濃度の高いものということで、ね、こういったものを用意しております。そこに、まあ、今から、お茶に炭酸を注入するわけですが、普通には炭酸は注入できません。こういったような専用の、耐圧ボトルに、お茶をまずは移し替えます。この耐圧ボトル、この製品の性質上、この水栓、ここまでですね、ここまでしか入れられないということになっています。これが 850cc ですね。 850cc お茶を入れております。さあお茶が入りましたので、ここに今から、炭酸を注入するんですけども、炭酸を注入するのに、その蓋、栓をするわけですけども、この栓も、あ、それじゃないですね、この栓じゃつまらないです。耐圧キャップというのがあります。専用の耐圧キャップというのがありますので、これを、炭酸注入器に差し込みます。サクッ差し込んで、そして炭酸は最強度で充填していきます。最強度です。4段階ありますけど、4、最高レベルで炭酸を注入します。ここを注入しますと、市販されている強炭酸水よりも強い炭酸水ができます。いわゆる今、お茶の中に炭酸が入った状態です。そして余った炭酸を軽く抜いてます。これ抜かないとですね、こう栓を抜くときに爆発してしまいます。余った炭酸を抜いて、その上に今から、レモンの果汁を大さじ6杯入れます。私の上、このポッカレモンを入れておりますね。一般的にはお茶 180ml に大さじ1杯です。お茶 150ml に大さじ1杯のレモン水というふうになっておりますので、私のここは 850cc850ml でしたので6杯、数えて入れているところでございます、ね、このようにして上から6杯入れるだけです。入れた後に、まあ、軽く攪拌します。あまり振るとですね、中に炭酸が入っておりますので、吹き出してしまいますので、まあ、軽く、攪拌ということで、一回こう逆さにするだけで、回すようにしております。さあもうこれで出来上がりです。
さんが出来上がったのがこちらです、ね、こちらです。ハンさんが入った、アイドルコンサートというふうになるんですけども、まあこれで泡が立ちます。まるでビールのようでございます、ね、多くのネット記事を読みますと、アイドル炭酸水がまずい、美味しくないというような感想が多いです。申し訳ないですね。私の場合特に、蜂蜜も砂糖も入れておりませんので、糖分は少しでもカットしたいですので、糖分は一切入れておりません。先ほど見ていただいたように、お茶にレモン水入れただけでございます、ね。味わうとそんなに美味しいものではないと思いますよ、素直に申し上げて。ただ私の場合炭酸入れておりますので、ちょっといただきます。うまい、まるでビールです、まるでビールですよ。喉越しがいいですね。そしてお茶の、まあ、濃い味のお茶を使っておりますので、このお茶のコク、さらにはレモンのキレを感じます。そして炭酸の喉越し、この暑い夏には最高です。汗をかいた後、散歩の後にこれ今のように一気に飲みます。最高です、うまいです。もう味わうんじゃないです、喉で味わってください。これはうまいです。炭酸水がおすすめです、ね、アイドル炭酸水がおすすめなんですよ。美味しいです、ね、これを飲んでおりまして気づいたことがあります。さあ最後ですよ、もう、アイドル炭酸水の効果を最大限に引き出す方法というのを私らに見つけましたので、その方法を最後にお話して終わりたいと思います。これが2週間前なんですね。2週間前、今から2週間前に7キロ痩せましたが、その後ご覧のようにまた戻っちゃったんですね。そしてこれが3日前、そして昨日一昨日でまた 6.8 ですね、マイナス 6.8 まで戻しております。まあもうほぼ7キロ状態にまた戻してきたというような状況です。なぜこんなに元に戻ったりしたのかという理由があるんですよ。先ほど覚えていらっしゃいますか、5キロの散歩のお話ですね。5キロ散歩をした日をこのようにして青い丸でくくってみます、囲ってみます。ね、今囲っているところの日付が、散歩をした日です。ね、最初の条件は2日に1遍なんですね。2日に1遍なのに、どうですかここ、10日ぐらい空いてますよ。ここが1週間ぐらい空いてますね。2日に1遍その5キロ散歩をすると言ったにもかかわらず、やっぱり出張が多いですので、なかなか、家におりません。家にいないときはこのようにして家を大きく開けたときには散歩ができてないわけです。だからこの2日に1遍の周期より長いところにちょっと両矢印を入れてみます。すると分かったことがあるんです。発見しました私、ね、この両矢印を入れたところに限ってどうですか、入れたところに限って体重がアップするんですよ。つまり散歩しなければ体重はすぐ戻るというように、私の形にはなっております、ね。これはですね、先ほど一番最初に申し上げたように、レモンもそしてお茶も、脂肪燃焼 の、 お手伝いすると申し上げました。脂肪燃焼するのは運動です。運動によって脂肪燃焼します、ね、脂肪燃焼する、それをお助けするのがレモンでありお茶なんですよ。運動しなければ脂肪燃焼のお助けできないんです。ここなんですポイントは、ね、だから運動しないでアイドル水であるとかアイドル炭酸水飲んでもほぼ意味ないんじゃないですか。K-POP のアイドルの方が1週間に8キロ痩せたと言ってましたけれども、あれは激しいダンスレッスンを毎日やってるわけですね。激しい運動練習ダンスレッスンをしながらのアイドル水だから痩せたんですよ。そこで結論、アイドル水だけ飲んででも痩せません。アイドル炭酸水は運動と併用すれば必ず落ちます。毎日落ちていきます、ね、ぜひ皆さん、アイドル水を軽く作って、そして軽く運動して一緒にやっていただければ効果は絶大というようなことを感じましたので、ぜひ、やっていただけたらどうでしょう。
さあいかがだったですかね。今日は私自身が、まあ、1ヶ月半でマイナス7キロ痩せたという内容、そしてダイエットのやり方、そしてこのここにありますアイドル炭酸水の作り方をご紹介しました。中身を見ていただいて非常に、賛同いただければですね、いいねを押していただければ私自身も幸いでございます。それではまたお会いしましょう。またね。